じゃあ、こんにちは。良いお年を。まだ早い。まだ早い。一緒にやってくれてるから。ありがたいです。いや、ありがたいです。乗りましたよね。まあ、今年1年の締めとしてね、しんのすけ来てくれてるわけだけども、プロ野球選手ってやっぱ怪我多いでしょ。怪我をやっぱ翌年に持ち越したくないもんね。だからそういう意味では怪我をもういろんな怪我をしてきて、克服してきて、でキャッチャーもマスクをかぶれないぐらい首を痛めてファーストに入ったりだとか、何が一番苦しかった怪我の中で。首ですよね。首はどうなったんですか。ヘルニアがあって。それはなんで、長年のキャッチャーとしての長年の労働が、その衝撃、ハードチップの衝撃とかでできるものではないっていうのは言われたんですけど、けど結局当たることによってそのいたずらされる可能性はあるって言われた。はい。でもあれだね、引退試合の時に思いっきり食らってたよね。食らいましたね。思わず笑っちゃいましたけど。笑ってたでしょ。いや、もうあの1イニング行くってなった時に、もうトレーナーさんだったり、まあ原監督もそうですし、まだ CS クライマックス、あの CS も日本シリーズもあるっていうので、ファールチップだけはみたいな話をしてたんですよ。したら本当にガーッと思いっきりだったよね。いや、もうあ、こういう当たりやすいこう運命なんだなと思いながら笑っちゃいましたけどね。でもその時の症状ってさ、どうだったの。マスク自体も変えたじゃない、軽量のやつに。けど本当に朝起き上がれないんですよ、ベッドから。首が痛くて、はい、こう痺れて、いや、もう痛いんですよね、とにかく。でこう寝てて、こう普通にこうパッと起きれないんですよ。でもタオ、こう無意識ですけど絶対使うんですよね。けどもう寝ててこうやってハーッと起きようとしたらもうってなって固まってんの。はい。でもう忘れもしない、なんか千葉マリンと西武ドームのオープン戦かなんかですかね、最初は。そこで出て立川のホテルで発狂しましたね。痛すぎて起きれなくて、夜中トイレ行こうと思ったらなんてなって、あーってなりましたね、もう動けなくて。でもそれでもマスクかぶって出なきゃいけなかったんだよな。そうですね。で最初なんかこうなんかムチ打ちみたいな感じだなと思って、まあ、ずっとまあこうだったんですけど、それで打席に立ち、そうですね。でそれ向けたの、ピッチャーの方向けないです。半分ぐらいでしょ。だから僕多分あれやってから多分癖なんですけど、多分自分でこうやってブッと頭回してましたからね。もう、まあ僕ここをいつもこう、うん、自分の視界の中に入れとくっていうのがあったんですけど、うん、目印みたいな。そうですそうです。でだけどこっち向いてるイメージするんですよね。こっちがピッチャーなんですけど、これだけの差なんですけど、これだけの、これがなんかこっち向いてんな俺みたいな、って思って自分で打席でねってこうやってやってましたからね。それ痛みはなかった、やった時。いや多少ある時ありますけど、多分ある時、まあ若干良くなってきた時も多分ちょっと体が拒否反応してるから行かないんですよね。行くと多分なんかまた痛みで、怖さがあったんですね。怖さあったんでダメでしたね。でキャッチャーを断念して、はい、でファーストに行ったじゃない。ファーストはどうだった。いや難しかったです。そりゃそうだよね、やったことのないポジションですね。そうです。でもこうやって守ってて、まあその後小林とか、はい、いろんなキャッチャーがマスクかぶっていくわけじゃない。なんかこうイライラしたことあった。いや、イライラしましたね。俺だったらこうしてんのになとか、こうしろよみたいなとかありましたし、まあ、けどその反面野手ってプロでやったことなかったので、その野手の気持ちっていうのもすごく分かったんで、自分のためになったと思います。どういうのが分かった。いや、野手も、ね、エラーしたくてしてないとかっていうのも重々感じましたし、やっぱりなんだサードで、はい、やっぱ土のグラウンドでみたいな、ね、嫌でしょ左バッターでってさ、ね、まして足が速いぞこいつみたいな。でもランナー一塁で外国人とかだったら急に心拍数上がってくる。そういう思いしてた。し
ってたの本当に。知ってました本当に。もうファーストでもうすぐ近くいるじゃないですか、ね、金本さんとかでも嫌で怖みたいなの持ってる。でもそういう経験も二軍監督としてやっぱ生きてくるよね。そうですね、できたっていうことはやっぱり思いますし、もうもっと早く投げろよみたいな思った時も、ね、そうですね、やっぱ野手もこう生き生きこう構えますし、でその準備をするしんどさっても分かったんで、ね、はい、でもあのマウンドに集まるじゃない。で今まではキャッチャーとしてマウンドに行ってたのが一塁手として行くわけじゃない。でもその時でもやっぱキャッチャー目線でピッチャーにアドバイスしたりとかもしてた、キャッチャーとかに。いや、しましたね、はい、例えばどういうことが印象に残ってる。印象に残ってるのですか、うん、まあ、例えば多く言ったことって何。まず状況をちゃんと言ってあげて、うん、ピッチャーに、うん、でこれあるかもしれないぞ、これあるかもしれないぞってこういろんなこと言って、うん、っていうのは言ってましたね。なるほどね。言わないんですよね、今のキャッチャーって。僕は当たり前だと思ってたんですけど、うん、ピッチャーってやっぱこうなっちゃうから、うんうんうん、状況とかも把握できない時もあるんですね、たまに。あ、まあ、だから僕は絶対今ワンアウト一塁ねとか、ピッチャーもろセカンドよとか、うん、っていうのは言ってたんですけど、今のキャッチャー僕こうたまに何も言わないでこうやってやってたんですけど、言わないでしょ。確認作業しない、はい、ということだね。なんかそれ大丈夫なのかなと思いながら、うん、僕は一塁だから月曜とか、うん、まず1個取ろうって。でバッターが足速かったりしたら、まずもうセカンド1個アウトしようと、焦んなよとか言ってる。じゃあ一塁行くことによってバッテリーが勉強したことっていうのたくさんあるよね。じゃあね、そうですね。だしこうファーストからの景色でこういろんな別の角度でバッター見ることもできましたし、だけど一回ね僕ブチ切れたことがあって、うん、小林と田口のバッテリーでバッターがルナっていう中日の外国人が、初球は絶対もうここはもう初球は絶対打たれたらかっこ悪いから、ここはインコース絶対いらないからな、いらないケースだから、初球インコースまっすぐ行ってガーンホームランだったんですよ。まあボールから入れというメッセージだよね、ちょっと誘い玉。インコースいらないって言ってたんですよ、僕は。全部外行けって言って、ここはっつってライト前は仕方ないっつって、うん、っていうケースで初球インコースまっすぐ行ってガーンホームラン打たれて、後で聞いた、なんでお前って言いました、さすがに。答えはいや、すいませんってしか言わなかったっていうのはありましたよ。なるほどね。もうファーストミットなんかもう叩きつけんじゃねえかってぐらい怒りましたよね。まあもう想像してただけにね、はい、インサイドから入るとやられるっていう、ね、これはここはゴンって一発ダメだぞっていうケースだったんで、そこは具体的にちゃんと言ったんですよ。なるほどね。まあそして代打になっていくわけだね。そう、代打の極意とか準備の仕方っていうのはどういうふうにしたの。そうですね、まあ4回5回まではしっかりゲームを見て展開を見て、見てましたね、まずは、うん、でやっぱり自分でこう打順こう見て、あこの回この次の回とかもしかしたらあるかもしれないなとかっていうのは考えてますよね。まあ、それで準備をして、そうですよ、で体を動かしてみたいな、はい、そして監督と自分の意見が一致したときは、まあ、ほとんどいい成績が。なそうですね。そうだよね。でも最初に代打に回ったときってさ、なんか出たときになんか雰囲気が全然、まあそうですね、全然違うよね、はい、あれって思いますよね。思うよね。そういうものなんですか。いやなんか全くゲームに参加してなかったみたいな、見てるんだけどね、だから代打って本当に難しいし、ましてやその一番いいところで切り札として使われるわけじゃない。だから相当な覚悟を持っていかなきゃいけないし ね、 そ、 その1打席終わったらあれみたいな、終わっちゃったみたいな。そうですね、まだ今日1日何したんだろうなって思う時もありますし、まあそれぐらい難しかったですね。でも初球からよくフルスイングしていけたよね。そう、結構初球から勝負しに行ってたでしょ、代打の時。もう代打の時も、まあ、初球2球目で行かないとやっぱりもう自分でダメだと思ってたんで、うん、それでもやっぱ手出なかった時もありますし、
なんかこう1打席しかないからボール振ったらもったいないなとかとかいろんなこと考えるよね。そこでちょっと手出なくなってしまった時もあったんですけど、もうそこはもうありきるしかないなと思って、もう1打席ね、ダメだったら初球凡打しても、ね、もうすぐ切り替えて翌日しかないんですけどっていうような考え方ちょっと変えてみましたけどね。はい、生まれ変わってもまたキャッチャーのポジションやりたいですか？やりたくないですね。もう、もういいですか？野球はやりたいだろ。野球やりたいですよ、先発ピッチャーそうだよ、やっぱそうなんですね。ピッチャー花形だもんな。先発ピッチャーやりたいですね。やっぱ先発ですか、はい、そこはこだわって。キャッチャーは嫌ですか？嫌ですね。嫌だな。もういいですね。面白くない。ゆたこさんキャッチャーやりたいんですよ。やりたい。いや僕はいいです。俺はちょっと軽いコルセットやで、しながらやる軽いコルセットやから、そう、首持ってからやる。ああ、そうそう、聞いてるから。でもまあ、年を越すわけですけども、はい、まあ、来年からも本格的にね、二軍の監督として、もう監督、監督って呼ばれれば呼ばれるほど多分貫禄がついてくると、はい、ね、期待してますよ、はい、でも、やっぱりこう、怪我もね、最初怪我の話から入ったけど、怪我を持ち越さないでね、各選手、12球団の選手がね、やってくれるとね、いいですよね。はい、良いお年を、はい、お迎えください。